シャルテフィオッキの堀川と申します。今日はキノコのトリフォラーティという料理を作ります。一緒に作るのは当店の大黒柱的存在セコンドシェフの右田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、トリフォラーティという料理ですね、キノコを薄く切って、ニンニクでソテーした料理です。もともとはトリュフを見立てたということから始まった料理のようです。右田シェフ、イタリアで経験も修行経験もありまして、もうすっかり当店の大黒柱なので、今日は右田シェフに、作ってもらい、僕は横でああだのこうだの言いながら、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、もう始まる。今回のトリフォラーティ通常はですね、キノコを、ニンニクでソテーするだけなんですけども、ちょっとアレンジを加えて、ジャガイモはなんとポテトチップス、それからトマトで卵を乗せてオーブン焼きにしちゃおうと、そのような料理です。で、そうですね、北イタリアのピエモンテ州のリストランテでやってた料理なんですけど、その時はポルチーニだけでやってました。ただちょっと手に入りづらいので、今日はいろいろな、一般的なキノコで作ります。エリンギ、しめじ、ひらたけ、まいたけで、トマトとかじゃがいもとか、卵とかパセリとか入ります。じゃがいもはですね、薄くスライスして、でこうカリッと揚げるためにはちょっとアクを抜いた方がいいですね。ですよね。そうですね、はい、これぐらいの厚さにスライスします。で、水にさらしたのがこちらです。こうパリパリになるんですね。で、これを水気を切って揚げていきます。油の温度が上がるまでキノコでも切っていきましょうか。そうですね、はい。トリフォラーティ薄切りの料理ですが、もう今ではですね、キノコをソテーしたものをトリフォラーティと言いますので、ややちょっと厚めの方が食感があって美味しいので、それぐらいにちょっと見てみましょうか。まあ、オープン当時からやってる子羊のわらずつみロースじゃないですか。長野県のね、宮田村のサーモンが人気だね。そうですね、これからのクリスマスなんかに向けて何かお客様へのメッセージなどありますか？ちょっと24日、25日、クリスマスイブとクリスマスは満席になってしまってるんですけど、23日はぜひお役お待ちしておりますっていう宣伝です。まあ、クリスマスはイタリアはすごく、まあ、もちろん大切にしている行事で、クリスマスイブは本当に皆さん静かにされていて、で、25日の昼にものすごくお祝いの食事をしますね。なので、リストランテで働いている時も25日はもう予約がすごいです。お昼はで、夜はもう静かになります。ですね。そうですね、クリスマス夜はお休みでした。あ、それいいっすね。芋の中の水分を全部取り出そうというぐらいのじっくり揚げでいきたいと思います。あ、かしこまりました。今度はソテーするので水っぽいと困るので中の種を取ります。ポルパディポモドリにしますね。皮は剥かないでもソテーするので皮も旨味なので皮付きでいっちゃいましょう。オリーブオイルを塗りつけます。こうすると素材が焼き付いてくっついてしまうのを、ね、避けれます。で、オーブンに温めておきましょう。これ色づきさせないのがポイントです。すぐ苦くなっちゃうんで、きつねが。ソムリエ、普段はあの格好ではレストランではやってませんので、昼はですね、パン屋さんの売り子として頑張ってるので、ちょっとカジュアルな感じですね。まあ、ちょうどいいですね、きつね色。お箸も左です。いや、今は持ってるじゃないですか。右は何ですか？右は投げるのは右です。投げるのは右、はい、定期券も右です。
改札通るときは右です。あ、そうなの。いや、右についてるんで。左利きで困ることなんですか。料理でレードルですかね。レードル、まあ、あとハサミとかも左利きじゃないんで、やっぱちょっと切りづらいですね。左利きの人じゃなくて分からないですね。ポイントはニンニクを焦がさないことですね。油をなじませたらすぐに行こう。もうちょい行きます。うん、休ませます。休ませます。休ませます。どうです。置きます。置きます。パセリは手でちぎった方が香りがいいです。そしたら、落としていきます。手は見てください。全然割れません。全然割れません。すごい栄養価が高いっていうか、成分が強いですね。全然割れません。あ、割れちゃいました。ちょっとこれぐらい強くやるんで。あ、ちょっと失敗しました。実は、全然割れません。要は成分がすごく強いです。詰まってます。カルシウムが腹にすごい。あ、今割れましたね。薄皮もすごく強いんですよ。これホロホロドルのものです。これ上に乗せます。すごい殻が、強い卵ですね。割るときにも、なんていうんですかね、粉々になっちゃうんですよね。硬いんで。きれいに。いい香りですね。はい、そしたらオーブンいきます。キノコの水分がちょっとしんなりしたかなぐらいの時にニンニクの足を入れて、ちょっと炒めたらトマトを入れればそこで焦げが止まりますので、そこだけ気をつけてください。あとは市販のポテトチップスであればですね、お塩強いんで、それを計算してキノコのソテーには塩を少なめにしてください。ちょっと白身に火が入って卵黄は生な感じが美味しいかなと思います。はい、ホロホロ鶏の卵を乗せたキノコのトリコラーティーです。このお料理はどんなものになりますか。白ワインと赤ワイン2種類ご用意しています。白はちょっと樽掛けをしたベルナッチャという品種、トスカーナの白です。重たすぎない、サンジョベーゼ 100% のワインなんですけど、樽掛けをしなくてステンレスタンクで作られる本当にチャーミングな味付けが特徴的な赤ワインです。熱々のキノコにちょっと卵の卵黄はそんなに熱くない、まあ、そういったコントラストがいいんじゃないかなと思います。食べてみましょう。卵黄をとろっとかけてですね、こういう感じです。大丈夫、バッチリです。 ありがとうございます。ワイン、まず白ワインか。一般と言っていいぐらい、よくありますね。
ただまあ、お客様で赤が好きだなっていう人も多いので、うちのソムリエちょっと赤もなしで。テイストのボリュームが大きいんですが、相性はとてもいいですね。